オーナー9のですねバッテリー交換やります。ちょっと余計なの映ってますけれど、ちょっとめっちゃこれ膨張してもう背面取れちゃってるんで、もう話す必要ないですから、マスクしなきゃ。剥がす必要がないやつです、これは。これは別のものなんですよ。なんで剥がすとこからやる場合はですね、ドライヤーをでヒーティングをして、吸盤とかで、こう開けて隙間からこうなんかピックでも差し込んでやっていただければというところです。まあそれは他の動画でちょっとやってるんで、そのあたりを参考にしていただければというところなんですが、このテープがですね、これ重要ですよね、テープの場所。一応多分これ防水じゃないのかな、これって。若干防水かな。まあ、縁は大した太さじゃない。まあでも5ミリぐらいありますね。ちょっと若干多いですかね。あとこの下のスピーカーかな、横か。こちら側にちょっと強いテープ。この辺りですね。この辺りに強いテープと、あとはまあお決まりですけど、カメラ周りちょっと強いですね。あとこれも強いですね。上が結構なんかこのデュアルレンズで書いてあるこのところとですね、カメラの周りとその下のこの辺りですね、結構上が結構いろいろ来てますね。その辺りちょっと気をつけながらやるといいのかなと思います。でこれちょっとアンテナがちょっと外れちゃってますね。で中特にこうなんかこう差し込んでどうこうなるものはないけど、これがちょっとあれですかね、この辺にちょっとやつがグッとこう入れたりするとこう傷みやすい。まあこれなくてもなきゃなくてもいいものなんです、いいんですけどね、という感じではあります。あとは特にあれはないですね。で、では外していきましょう。どうしようかな、あれ使おうかな、ちょっと。ネジを使ったことね、最近ネジなくすことが多いんでちょっとそろそろまずいかなとちょっと思いましてですね、本当動画とか海外の動画に出てくるなんかこういうなんかシートでこうあちこちこうくぼみがあってそこに入れるあれが欲しいんですけど、ちょっと探すのがめんどくさくて探してないのと、あとは高そうなんでやめないということで100均でこれちょっと買ってきて、これだったらまあ結構いいかなと。ちょっとなんかこれだと適当なんか代用品感が溢れてますけど、まあなくすよりはいいかなと。でネジ当てしていきます。これ合ってる、このくらい合ってるかな、これちょっと型番合ってるかちょっと見てなかった。まだたまに電池とかそんなに平気で向こう間違ってくるんで、型番合ってるかな。38、なんで韓国語が書いてあるんだこれ。38628BCW 合ってますね。まあ、この辺はまあコピーしてるだけだと思うんで、別に間違うことないけど、間違うことだから違うやつと間違えると困るんですよね。数字は一気にこっち、まあ数字が違うことはないからね。いかにも本物らしく作ってますけどね。では行きましょう。下からやろうかどっちかですね。
あとこれからか、バッテリーのこれ、上これ外さなくていいですね。このバッテリーの子だけ外せるんでよかったよかった。最近なんか上のカバーを全部外すタイプに慣れちゃってるんで。あ、いいな、これちょっとなんか。これちょっとそろそろいいな。でもダメか、全部外さなきゃダメか、これ。甘かったか、この絵が。ピンセット。繋がってるじゃん、これもしかして。でも繋がってるやん、これ。何これ。なんか、セパレートしてるに見せかけて、全部繋がってました、これ。1、2。これも入、これも入った。これもそうだろう。どこまで繋がったのか分かんないな、これ。どこまで繋がってるんだろう。オーナーラインは、動画をチェックしなかったからこれ。見て。全部やんなきゃダメだ、これ。すいません。準備不足です。全部外さダメですね、これね。なんかすごい。これにちょっと隠し味がありますね。白いシール貼ってありますけど、これよく忘れ、見逃しちゃうんですよね。これ地味なんで、多分これ取れるのかな。どうなってんのこれ。これ周りだけ取れるのか。これこの周りを取る感じですね。よく見えちゃうかねえか。上が下がってる感じですね。こんな感じですね。で、これ下にこう、フレキのちょっと状態見るの、それか。フレキケーブル入ってるんで、ちゃんとこれ。
笛駅の場所がですね、笛ケーブルの場所は、これ画面です。画面のやつがですね、こう来てですね、でこれメイン笛駅がこう来てるんで、結構こんな感じで入ってます。なんでこの辺りかな、着くの多分。この頃のファーウェイはもう全部びっちりテープが貼ってある時期なんで、かなりあの手こずるやつです。こっちから行こうかな。一歩間違ったらこれやばいですからね。ケーブルやったらもう、まあ、メインフレキはいいんですけども、液晶画面の方のやっちゃうとですね、画面ごと交換しなきゃならない、しなきゃならないんで、まあ、これ膨張してるやつは結構取りやすいんですよね。膨張してテープがちょっと外れちゃってたりしてるんで、まだいい方です、これは。この時代のファイルはちょっと戻らないように、ちょっとこれで、こっち側は結構危ないんで、ほんと端の方だけちょっと、ここでちょっと見えるんですよ、ちょっとね、あれが、フレッケーブルが5ミリぐらいかな、こっち1センチはないですね。本当はドライヤーだったらいいかもしれないですね。どうせバッテリー使わないから、液晶交換とかでバッテリーもう一回使う場合はあんまり温めちゃうと良くないですけど、まあ、どうせこれ捨てるやつなんで、見ながら慎重にケーブル傷めないように。あんま力任せだとフレーム曲がったりとかですね、する可能性もあるので、うまくその辺はいい塩梅をちょっと見つけてくださいと。うわぁ、真ん中にもあるな、これな、テープが。これは大丈夫かな。わ、危ない、ギリギリだな、ちょっと危なかった。真ん中のテープがやらしいな、これちょっとな。とりあえずこっちが取れましたんで、アームホールになりすぎるとガスンっていっちゃったりするじゃないですか。勢いでこうなんかとんでもないことになりそうなんで、ちょっと怖いですけど。
これマーチャンの古いのあるかな。見えましたんで。うおぉ、こんな感じです。このテープはここまで強くやるか何にあるんだって感じですよ。こういう感じでテープ、このですね、あ、やべ、俺やっちゃった、もしかして大丈夫かな。この隙間にこうびっちりこうテープが入ってるんで、これちょっと切れてます、これ全部テープ入ってますね。これなんでここまでテープつけるかっていうと思うぐらい、このね、アルコールテープ使ってみようかな。結構アルコールでこう流し込んでやるとこのテープが取れるみたいなのよくあるんですよね。アルコールだから別にこうあちこちこうやってみたでもな、ちょっとこの液晶の画面のこの基板っていうかチップのところがちょっと怖いんですよね。そのアルコールが入ったらどうなるか分かんない。アルコールだから多分大丈夫だと思うんですけど、ここに倒れてるときにですね、ケーブル痛めたらですね、一番嫌なんですよ。一番へこむパターンですよ。うわなんだこの。まあ、使っちゃうとの作業、ちょっとちょうどこれぐらいだらいいかもしれないですね、くっつけるのに。そんなに強すぎず弱すぎず、このままやりましょう。液晶大丈夫かな、液晶とかケーブル大丈夫かな。よかった、大丈夫でした。 OK、 これテープつけるでやるかもしれない方がいいかもしれないですけど、これはまあ元のテープが残ってるんで、それちょうどいいぐらいかなと思ってやってません。テープ大丈夫ですね、多分。お、結構入ってますね、残量は。OK、
としていきます。うか完全に差し込む感じか、これ今気づいた。これ完全に差し込む感じですね、このカメラの上。まあ、レンズ触っちゃって今。これいいな、なんか楽だな。ちょっと全体見渡せないのとあれですね、こう覗かないと見えないんですけども、ちょっとあれですけど、まあでも100円なんで、まあ贅沢言うなら話ですわ。100円なら十分でしょ。ネジ若干違う、これ一緒かな。ネジちょっともしネジが若干違うと思った気がしたけど、気のせいかな。ちなみにネジが全部で、1、2、3、4、5、6、7、8、9本ですね。9本ネジです。上出来やこれで、どれやつをって言っちゃう。今手で触っちまったんで、ちょっと
とこに着いた。そもそもこれあの元々その膨張で取れたんで結構綺麗にテープが取れてる、取れてるんですよね。なんでこのまま使います。自分でやるときは結構ね手ボロボロになっちゃうんですけど、これは運よくあのあれなんで。ああ、OK、できました。ありがとうございます。